表に来ましたけども、まずやっぱり出てないんですよ、値段がね、はい、ちょっと中に入ってみないと分かんないのと、ただ僕はね一つ予想してるんです。こっち見てください、はい、アコムあります、アイフルあります、ルノワールあります、はい、お金を借りてからルノワール来てくださいって感じになってます。え、違うんですか、お金借りてヌード劇場行ったりするのは。いや、ヌードは入ってねえんだよ、はい、ヌード劇場一回入れないでください、最悪ヌード劇場入れてたらアコム、アイフル、ルノワールで5時間潰してからヌード劇場行ってください、はい、夜の悶々とした時間に行ってください。だからね、はっきり言います、前回やったところはですね、年収は3000万超えてますけど、アコム、アイフル、ここ入ってますから、年収はですね、多分ですね2万円の人しか来ません年収2万の人しか多分ここ来てませんから、はい、行きましょう、こっちです。あー、見てください、ここのルノワールね、たった2階ですよ、2階なんで、これもほらエレベーターが用意してあるでしょ。やはりね、年収2万の方は足腰弱いですから、物食べれてなくてどうぞ使ってくださいと、行かないと、はい、そういうことですよ。じゃあどっちで行くかね、まあまあせーので行きましょうか、はい、せーの。違うんですか、お前今日足並み揃ってねえな、今日ヌード劇場からやっぱ足並み揃ってないよ今日、ね、ちょっと階段で行くか、こんなもん階段あれで俺たち年収2万は超えてんだからな、お前年収2万以下の人たちがそっちが行くんですよ。